佐々木です。ピーちゃんだ。今回はだいぶ思考を変えてきたな。大抵の問題は美味しいものを食べれば忘れてしまうものだよ。確かに我もうまい肉を食べているときは心が幸福感であふれている。ピーちゃんの場合お肉以外も食べた方がいいと思うんだよね。絶対健康に悪いでしょ。心配いらない。そういうのは魔法で解決できる。え、そうなの？めっちゃ羨ましい。だから今晩の食事も肉を食らって何ら問題ない。ピーちゃん、我は肉が好きだ。ピーちゃん、我は柔らかい和牛が好きだ。ごめん、今日はお魚さんで我慢して。